はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、 YouTube で教材研究をする時代がやってきたというお話をします。私も今こうやって YouTube を通して教育情報の発信をしています。最近では吉田隆先生の YouTube チャンネルがものすごいんですね。吉田隆先生って福井の先生で、校長先生までされた方なんですね。で、この吉田隆先生の YouTube チャンネルがですね、とにかく国語と道徳を中心に、もう毎日の教材研究に役に立つような内容の発信をされています。はい、吉田先生のサイトちょっと出しますね。こんな感じなんですけども、毎日のように更新されていて、もう次々と動画が上がってますね。で、本年度より指導要領が新しくなりましたよね。で、教科書も変わって新しい教材がたくさん国語の教科書にも入ってきました。その新教材の教材研究ですね、それが解説されて、しかも授業のやり方も全部説明が入っています。しかも1時間じゃなくて、こう単元を通してのね、計画が入っているんですよ。で、これはですね、本当にすごいチャンネルですね。吉田先生のチャンネルはパワーポイントで丁寧に説明も出るんですが、場合によってはですね、通勤の電車の中でこうイヤホンだけで聞いてるだけでもね、内容が理解できるようにお話ししてくださっています。なので、例えばお風呂でもいいし、洗い物しながらでもいいし、洗濯も干しながらでもいいし、教材研究できてしまうんですね。我々は普段教材研究のことをよく考えますけども、例えば国語の次の単元どうしようかなって皆さん考えると思います。で、そういう時って、何かいいものないかな、いい資料ないかな、いい実践方法ないかなっていうふうに、結構心が穏やかではない状態ってありますよね。で、そんな時、吉田先生のチャンネルからですね、検索して、特に新しい教材なんかほとんど出ていますので、それを音声で聞くという、これができるわけです。テキストを読むのとは違って、YouTube の音声を聞いているだけでも勉強になりますし、スマホでね、こうやって見ることもできます。なので、本当にちょっとした時間の中で教材研究ができてしまうんですね。で、まずはそうやって、あ、そうか、こんな感じで流していけばいいんだなということを知るだけでね、私たちは安心感を得ることができますよね。正直ですね、吉田先生のチャンネルを見れば、もうそのまんま授業できるようにお話ししてくださっているので、もうその計画をですね、もう終盤棒に書き込んでしまえばいいと思いますね。ですからね、吉田先生のようなチャンネルがこうやって出てきたということは、もうこれからは YouTube を使って教材研究をする時代が来たんだなという気がしますね。何か教材研究が必要になったら、特にね、国語と道徳などは吉田先生のチャンネルに行って、まずはその概要を学んでいくっていうことがいいと思います。で、さらにですね、それが研究事業だとか、ちょっと力入れてやりたいってなればですね、トスランドっていうね、無料のポータルサイトもありますし、あとさらにね、突っ込んでやろうと思えば書籍に当たるなどしていくというのがいいのかなと思うんですね。なので、もう今 YouTube、 それからインターネットのポータルサイト系のトスランドのようなサイトですね、そしてさらに本というような形で教材研究が進められると思います。私も吉田先生を見習って、時々ある単元のある物語文の動画なども出すように今しています。ですので、こういう形でいろいろな実践が YouTube に上がるとね、今度はこう比較もできますし、いろんな実践から選べるというような良さも出てくると思うので、ね、いい傾向だなというふうに思っています。他にもですね、結構私が聞いているおすすめのチャンネルというのがありまして、例えば、平山先生っていうのと、あと有言先生の有言実行っていうサイトもあるんですね。この辺は本当に勉強になりますね。概要欄に貼り付けておきますね。ぜひ見てください。教材研究がね、好きな人ももちろんいると思いますけども、教材研究、いろんな教科をね、小学校の先生やらなきゃいけないので、時にはね、いや大変だなと思うことあると思うんですよ。で、特にね、忙しい、方もいますので、お母さん先生とかね、忙しいですから、でそういう時に吉田先生のようなチャンネルって本当助かりますね。しかもね、何回も言いますけども、音で聞けるのでね、何かしながら教材研究ができちゃうっていうことですよね。あと、吉田先生のような教材研究力をつけたいと思う方は、例えば自分でね、何か単元を選んで教材研究してみて、それから吉田先生のチャンネルへ行って、動画を見て、そしてちょっと比較してみるっていうのはね、すごくいい勉強になると思いますね。吉田先生は、もちろん国語も道徳もすごいんですけども、特に社会科の実践家として有名な方です。私も若い頃は吉田先生が発信している社会科の情報から
授業をいつも組み立ててましたね。ですから社会科もすごいんです。そのうち社会科もたくさん出してくださると思うんですけども、もしこの吉田先生のチャンネルを知らない方がいたらですね、絶対皆さんにねお伝えください。もう本当にね教師の仕事がね超楽になります。ですので本当に YouTube でこうやって教材研究ができる時代が来たんだなっていうふうにつくづく感じますね。私もそれに一緒にね参加する形で盛り上げていきたいなというふうに思っています。はい、今日の動画は以上になります。いつも最後まで見ていただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。